ぱり関東圏内にあって大学校内で動物と触れ合う機会が多いなって感じたから決めました。先生方や先輩方も優しい方が多い印象を持って、キャンパス内にも動物が多かったのでここを選びました。高校でその動物実験をやってて、この麻布大学ならその動物実験の技術、高校で習ったことを使ってこう研究室に通えると思ったので。ありがとう。人形劇やってます。人形会です。お願いします。よろしくお願いします。ただいまから平成26年度麻布大学入学式を執り行います。児玉舞、佐々木大二、松山いぶき、坂根桃子。大学っていうところは自由で楽しいところであるということが言えます。自由というのは自分を律して行動するということです。したがって自分を律して行動できない場合には非常に不自由な場合に陥ることがあります。そういうことがないようにしっかりと自分自身を律して行動していただきたい。本日は誠におめでとうございました。頑張ってください。こちらは練習場のネルリエフという、お馬さんです。まあすごいおとなしい馬で、歯がないからこの馬はね、噛まれても痛くない。触りたいけど触れないみたいな葛藤がね。祖父のうちの近くに馬場があったので、長期休みで遊びに行った時に何回か、動物と毎日触れ合えるのが楽しみです。